ガメガメカラオケご褒美企画。やっとこの日が来た。もう我々この日を楽しみに今日まで生きてきたと言っても過言ではございません、はい、実はですね10万ということで、おお、現場の今回なんと20万円おー、すごいということで、今回はリストランテベニーレペニーレさんにお邪魔しております。ありがとうございます。すごいね、高級な雰囲気、この青空、新宿の高級イタリアン。新宿、今日はせっかくね素敵なレストランに来たので、はい、美味しいものみんなで食べましょう。じゃあ、ね、メニュー、あ、メニュー、あ、食べ物のメニュー、うん、あれちょっとカラオケご褒美企画、カラオケチキンレースって書いてあるみたいな、はい、チキンチキンレース、チキンレース、あれご褒美をかけて3チームでカラオケ対決、え、目標得点を設定してチームの代表者がカラオケに挑戦、え、勝った2チームがご褒美、え、こっちが食べられる、私は違うんだけど、あの、そう、あの、なんで戦いです。仲良く食べたかった。朝ごはん抜いてきた私も。じゃあちょっとね、美味しい料理をかけて、はい、歌っていきたいと思います。この動画をいいと思った方はいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。まず1品目、岩手短角牛ラザニエッテ南部一郎かぼちゃピューレ。うわー、ラザニエッテ、ペルー人にはちょっと難しい、日本人にも難しい、みんなにも難しい、肉ってことですよね。ここ来たら必ず皆さんが食べると言われて、看板メニューですか、そんなん食べないと、食べたい。じゃあまず代表者それぞれ決めますか、うん、はい、はい、フィリピンズからは、はい、リョウスカです。やったでもここはやっぱりすいません、先輩から圧をかけました。エリコ行きます。じゃあ先輩から圧かけて、やっぱり嬉しい。わー、嬉しいやったー。でも超えてたらダメなんでしょ、超えたらダメなんですよ、超えたらダメなんですよ。ちょっと本気ですね、皆さん。こっちも見ないもん。じゃあ行きます、せーの、ドン。すげえ、みんな気合い入ってる。96点超えないかどうか、どうか、ダムさんね、あ、緊張する、あ、ダム、ダムすごいですよね、すごい、クリスタルだったらダム近い、ママが、じゃあ話変わってきた、いやいとかいい、もう一人で投げ捨てられた何かの表題、互いの全てを知り尽くすまでが愛ならば、いっそ永遠に眠ろうか、
じゃん。ニアピンすぎる。え、すごい。素晴らしい。はい、エリコちゃん 92.804 を目指してください。お、どんな時も来ました。イエーイ。やった。I love you, I need you として僕
卵。ありがとうございます。これめっちゃ美味しそうじゃん。え、あれ南部一郎かぼちゃ。はい、南部一郎かぼちゃのピューレでございます。うわー美味しそう。え、待って待って待って、写真だ。点数、近かった点数言ったらこっちなんですよね、うん、だけど超えたらダメ、うん、そう、チキンチャーさん9点ぐらい離れてたんだけど、84点だから。大丈夫大丈夫、これ食べられるからいいよ。はい、ということで私たちの目の前にはラザニエッテが参りました。やりましょう。あれ、お二人、あ、そっか、超えちゃったからな。うわ、ではいただきます。いただきます。すごい、どうしよう、どうか、はい、こっち、次、冷める、冷める、ちょっとください、ちょっとか、いただきます。いただきます。もう目が飛びです。うん、あ、おいしい、なめろか、おいしい、おいしい、すぐ溶けちゃう、おいしい。なんだ、めっちゃムカつくな、どうしよう。うわー、こっちみんな、こっちみんな、すごい。ラザニエって口の中でとろけますよ。すごいね。美味しいの、柔らかい。かぼちゃのピューレもね。ね、そう、イチローさんのところで取れた。あ、かぼちゃ。あらまあ。ね、なんか素敵な歌を聴いて、素敵な一品をいただいて、今日はご褒美ですね。ご褒美です。いやー、ラザニエって美味しかったですね。最高。ベニールベニール最高。最高でした。ベニールベニール。作戦通りです。まあ、レディーファースト。あー、まあ、まずはね。じゃあちょっと2品目、はい、参りたいと思います。はい、続いては、銀カレー、一ノ瀬ピーマン、麹、青柚子、パンナです。パンナかちょっとわかんないんですけども、まあ、つまり、続いてはお魚でございます。大好きです。大好き、カレーの中では最高級のカレー。でもこの名前がわからない料理こそ高級な感じです。いやー、ね、一ノ関ピーマンとかね、野菜の前になんかついてるついてるね、だいたいついてるね。さっきはそうだった、南部一郎かぼちゃだったから、そうね、よくわかんない。確かに、はい、ではこのお魚料理をかけて2曲目参りたいと思います。はい、銀カレー絶対食べたい。絶対俺ら食べるから。いや、もう絶対いきましょう。Okay. よし、整いました。整いました、はい、では一斉に得点を上げていきましょう。せーの、ドン、じゃーん。おー、え、超えません？超えてきますよ。いや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 、夏なんでまだまだ暑いんでね。確かにね。よし、銀カレーを食べるために歌います。まあ、ゴー。あー、わたしの恋は南の風に乗って走るわ。ああ、青い風聞いて走れ、あの島へ。いやー、青い海が見える。あ、緊張する。あなたと会うたびに忘れてしまうの。はしゃいだ私は心が熱い胸聞こえるでしょう。どうも、
聖子ちゃんへの愛が高まりすぎましたね。あんこさん超えてる。超えてる。超えた。ちょっとだからこれら確定。あ、確定。超えなければ、いや、超えたら、超えたらみんなみんなないから。分かった、みんなないから、どうしましょう。じゃあドボンしたらドボンなりの、あ、そうです、違う人、そっか、数だけ。あ、まあまあ、じゃあ、じゃあドボンの中では、いやー、ドボンしませんよ。じゃあ、うわドボンさんのもらい抜きを、ありがとうございます。いただきます。いい曲。カレイさん頑張って。カレイさん頑張ります。カレイさん、カレイさんなっちゃった。自分の場所探す広いリビングで、ふっと君がよぎる。 愛をよく知る親友と会話、離せないし夢見がちよ。ダンボールの中引きこもりっきり、あのね、でもね、ざら聞いて聞いて聞いて、いや、君からもない泣き、ほろりほろり二人を落ち、いや、僕にももらい泣き、優しいのは誰です。
一ノ関ピーマン、麹、青柚子、パンナでございます。わー、おいしそう。待って、めっちゃいい匂い。柚子すごい。チーニュする。どうですか、準備はみなさん、どうぞお召し上げください。はい、美味しそう。とろけるんで、ちょっとうわいただきます。やばい、やばい、あれ、とろけちゃった、あ、とろけちゃった、待って、すごいじゃん、歯いらない。いや、ほんまにいらない。おいしい、めっちゃおいしい。いや、おいしそう、もういい香りです。ここにちゃんと届いてんのにね。ほんと、おいしい。おいしい、お母さん。皆さん、はい、続いてがラストです、なんと続いてはメインエンデザートでございます、岩手エサシ牛サーロイン、山の木ぶどう、赤ワイン、ズッキーニでございます。やった、何それ。そしてなんとデザートは4つありましてですね、お選びいただけます。1人1個ずつ選べるシステムです。はい、メロンカスタードのパイ、それから黄金の里という地鶏の卵を使ったメロンティラミス、メロンティラミス、それもよくわからない、和三盆のプリンにずんだジェラート、あーなんか和な感じ、そしてバナナショコラシフォンケーキピスタチオジェラートで、それがいい、それがいい、それがいいです。ただラストワンチャンス、サーロインとデザートをかけて3曲目いきたいと思います。では代表者発表です。手を挙げてください。せーの、じゃん。おー、決まりました。それぞれ作戦がね。お、作戦があるわけですね。それでは一斉に得点を上げていきたいと思います。せーの、ドン。じゃん。じゃん。おー、おー、おー、おー。皆さん、ラストにふさわしいやつ出してきました。小柳ゆきさんのあなたのキスを数えました。やったー。床の上うずくまり膝を抱いた、守れない約束か、カレンダー汚してる、こんな日が来るなら抱き合えばよかったよ、もっと Missing you、 あなたのキスを数えましょう、一つ一つを思い出せば誰よりそばにいたかった、 Without you, but you were mine、 yeah! 髪の毛を束ねても昨日と何をして紛らわす孤独とか不安とか、すごく好きだったよ、それだけは変わらない事実、 Missing you、 あなたのキスをかざしましょう、あんな近くに触れ
やったれやったれ。どうした？頑張れ声、頑張れ。エルコ大丈夫だ。声が出ない。全てを忘れてありのままでぶつかるんだ。私初心者だ。大丈夫大丈夫。忘れてもリセットしよう。ちょっとお肉食べたいです。食べたい。ハロウィンで食べたい。食べたい。デザート食べたい。食べたい。何歌うんですか？アイカさんバージョンのロビンソン。イエーイ。大好きな曲。最高。のびのびと大きな声で。大きな声で。大きな声で。のびのびと大きな声で。新しい季節はなぜか切ない日々で、変わらぬ道を自転車で走る君を追いかけた。思い出のエコードと大げさなエピソードを疲れた肩にぶら下げて、しかめ面まぶしそうに、同じセリフ同じ時思わず口にするようなありふれたこの魔法
肉お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 肉は肉きた悲鳴がうわぁ何美味しそう何何ガチやんやばっちょっと待ってちょっと待ってありがとうございますうわぁ岩手江刺牛サーロインでございます。はい、赤ワインとズッキーニが添えられておりますので、ソースと一緒にお召し上がりください。うわー、美味しそう。いただきます。せーの、いただきます。はい、どうぞどういたしましてありがとうございます。あっちゃー、どうする、これ。うわ、もうね、柔らかすぎ、やっやばっ、やばー、ね、やだー、すごい、泣きそう。いいじゃん、いいですか、いいですか、はい、一緒に行きますか、行きましょうか。せーの、はい、おいしい、え、うんうん、おいしい、え、うん、おいしい以外の何物でもない。おいしい、口の中溶ける。こっち見といてもろて。2枚ずつあるので1枚目。確かに、エスタメホルカルの曲にある。ああああああエントアミビア。もう分からない、分からない、分からない、出ちゃった、出ちゃった、出ちゃった、今なんて言ったの、なんて言ったの、人生で食べた肉の中で一番美味しいです。あ、一番が出ました。じゃんけんで一人だけ。あ、はい、はい、デザートも回りました。それぞれいただきましょう。いただきます。私の小さい、みんな思い出して、6人で収録してるんだよ。6人なんだよ。あ、本当だ、本当だ、ちょっと忘れてた、忘れてた、ちょっと待ってて。はい、せーの、いただきます。もうこれどんで食べますか、どんで食べましょうか、ね、あららららら、こちらも柔らかくてふわふわで美味しい、和だわ。もうケーキもふわふわ美味しい、チョコレートめちゃくちゃ効いてます。あの焼酎とかってあるんですか。まずい、やさぐれ始めている。ということで、今回のご褒美企画は以上でございます。皆さんありがとうございました。ちゃんとご褒美でしたね。本当だけ疑ってましたよね、ここに来るまでね。大丈夫ですか。10万回再生してくれるんですよね、これ。もちろん、はい、でも私は今日自信があります。いや、今日このメンバーが集まってくれて、はい、こんなに楽しくゲームをして、うん、食事の美味しさも伝わったので、はい、これは絶対に12万回再生いくと思います。刻んだ、刻みましたね。あの、ぜひコメントもね、たくさん寄せていただきます。そこから面白いんだなって言って、5回、10回って見たいって人が増えると。コメント見てます。コメントもどうぞよろしくお願いします。お願いします。お願いします。皆さんだけ登録してください。あの、ちょっとあのコメント強かったんですけど、本当にお願いします。お願いします。本当にこの動画のリンクを、はい、あの LINE の友達全員に送ってください。お願いします。お願いします。引き続き面白い動画作り頑張るので、頑張ります。本当にチャンネル登録を本当にお願いします。